ウィリアムズ FW20 は、ウィリアムズ会一が1998年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。1998年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。1998年イタリア GP で FW20 をドライブするジャックビルヌーブ早くから1998年レギュレーションのテスト用マシンを走らせていたウィリアムズは、 エイドリアン・ニューウェイの離脱後、パトリック・ヘッドの指揮の下、ギャビン・フィッシャーをチーフデザイナーに、ジェフ・ウィリスをチーフエアロダイナミストとして開発を行った。ウィリアムズの黄金級を支え続けたルノーが撤退し、1997年に使用したルノー RSQ をベースとしたカスタマーエンジンであるメカクロームエンジンを搭載した。メインスポンサーのタバコ銘柄が、 ロスマンズからウィンフィールドに移行したため、カラーリングはそれまで青から一転して、赤主体の派手なものとなった。パッケージを刷新したこの年、ウィリアムズの戦力は大幅に後退した。特に1996年終盤に、エイドリアン・ニューウェイが去ったことの影響が出始める年でもあった。ルノーが撤退し、その後継となるはずであった BMW エンジンの入手が大幅に遅れたため、 カスタマー仕様のメカクロームエンジンを使用することとなった。だが、最新スペックのフェラーリやメルセデスに対し、メカクロームは1年落ちのエンジンであり、スペック面では歴然の差が生じてしまった。また、1998年はマシン全幅が縮小されるなどのマシン関連のレギュレーション変更が行われたため、一からの設計が必要となった。 早くからテストを始めて完成させたマシンではあったが、レギュレーションの対応に苦戦し、その性能はかんばしいものではなかった。開幕戦では、ハインツ・ハラルド・フレンツェーンがドイツとハンガリーでは、ジャック・ビル・ヌーブが3位表彰台に入ったものの、1988年以来のシーズン未勝利に終わった。 コンストラクターズポイントは3位だったが、上段に4点差に迫られる38点に止まり、1997年までの強さは完全に見る影も失われた。ありがとうございます。